シーポップ聞きながらブランドのバッグ選んでる、そんな未来は勘弁だ。作戦結構これは結構勝率の低いけど、そんなの関係ないね。理想のパズル完成させて、このまま二人でバックれて隠れて路地のバーに潜んでみない。